Rallies。 皆さんこんばんは、ラリーズ編集部の山下です。ビッグトーナメント福島大会が閉幕しました。今回は最終日に行われた男女シングルスの結果と男子シングルス優勝の丹羽孝希選手のコメントをお届けします。まず女子シングルスでは、世界卓球代表として招待された佐藤仁美選手が前回大会に続き連覇を達成しました。準優勝は中国電力のイ選手、3位には昭和電工マテリアルズのカットマン牛島選手と、ミキハウスより移籍した三立の塩見選手が入りました。男子シングルスでは丹羽孝希選手が激戦をくぐり抜けての優勝。準優勝は青森山田中高の丹羽選手の先輩でもある理工の池田選手、3位には世界卓球代表で招待された愛知工業大学の横谷選手と、丹羽選手にマッチポイントを5回握るも惜しくも敗れた理工の山本選手が入りました。試合後には丹羽選手が報道陣の囲み取材に応じてくださったので、その模様をお届けします。記憶ないです優勝あと社会で優勝したの2018とか、記憶ないです優勝って。今まで大会とかしか出てなかったので、1回勝つのだけで大変で、優勝っていうのはなかなか目標にできなかったんですけど、本当に苦しい試合ばかりで苦しかったんですけど、まあ、世界代表として招待してもらってるので簡単には負けれないなっていうのがありましたし、まあ、結果優勝できる、やっぱりタイトルを取りたいっていうのもありましたし、世界代表が招待されていて、まあ、みんな出ないっていうことは、まあ、僕が出て大会を盛り上げたいなと思います。まあ、優勝できるチャンスも増えますし、彼らが出ないと、まあ、嬉しい気持ちもあるんですけど、内容としては全然満足できなくて、そこは反省して、はい、しっかり練習していきたいなと思います。本当にレベル高い選手ばかりで、僕は最終日からのスタートで、みんなが試合して温まっているような試合があって、出だしが僕は良くなかったので、7日から22日まで参加していて、そこで練習していたので、ボールだったり卓球台もやっぱり違って、そういうのに慣れるにも大変でしたし、ナショナルチームの若い選手と日本リーグの選手、卓球もちょっと違うので、その違いに戸惑った部分もありました。世界卓球は僕は5番目の代表ということで、自分が出れるとは、ここまで思ってなくて、3回戦なので調子が良かったりとかした時にいつでも変われるような準備をしていきたいと思います。あとはアジア競技大会もその前にみんな出ていて、僕は出ないのでその分疲労もないので、僕は万全な調子で仕上げたいなと思います。まだ予定はないです、その大会に出るから。前みたいに協会派遣っていうのがなくなって、自主参加の大会が多くなるので、どの大会に出るかっていうのはすごく重要になりますし、本当に自分の調子が良くてこれならいけるってなったらエントリーしたいと思います。プライベートコーチで坂本さんついたと思うんですけど、そのつけた理由とメリットみたいなのを感じてる部分あれば教えてください。去年1年間埼玉でプレーさせてもらっていて、初めて坂本さんに教えてもらって、本当にたくさんのことを教えてもらって、練習メニューも決めてもらったりとか、そういう経験も初めてだったので、これからも坂本さんと一緒にやりたいなというのもありましたし、モチベーションとかも上がっているので。特に一番いいなって思うところはどういうところなんですか？常に後ろで見てくれているので、僕も気が抜けないですし、一人だとサボっちゃったり、まあ、練習行きたくないなとか簡単にすぐやってたり、坂本さんがいることで疲れてるから頑張ろうと思います。ありがとうございます。大会中に取材に応じてくださった選手関係者の皆さん、ありがとうございました。久々の有観客試合ということで、丹羽選手がウイニングボールを客席に投げ入れたり、地元の中高生にサインや写真に応じたりと、ファンサービスも盛んでした。前期の日本リーグは和歌山ビッグホエールにて6月22日から26日で行われます。ゴールド選手として各チームに大島優也選手、龍崎トーンイン選手、安藤美波選手らも参戦するハイレベルな戦いとなりますので注目です。それではビッグトーナメントお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.